はい、どうも、日村でーす。はい、ってことでね、まあ、最近ね、ハイトーンのカラーね、まあ、ブリーチオンカラーが多くなってきましたねっていう話をですね、まあ、この日産 TV ではね、もう常々やってるんですけれどもね、まあ、もしね、ハイトーンのカラーをやったお客様が次来られる時っていうのは、もちろんですね、まあ、リタッチが伸びてるわけなんですよね。ブリーチした後のリタッチが伸びているということで、まあ、今日のテーマはですね、まあ、ブリーチリタッチ、まあ、いかにきれく失敗なくやるかっていう風な、まあ、方法を紹介していこうかなと思うんですけれども、まあ、我々世代のですね、美容師さんはですね、いや別にブリーチだからといってリタッチって簡単でしょ、まあ、みたいなね、まあ、そんなイメージを持ってはる方もいらっしゃるかもしれないですね。実は僕もそうでした。でもですね、まあ、昨今のですね、まあ、カラリストさんによるね、このまあブリーチの研究によりですね、非常にですね、こうブリーチのリタッチっていうのがですね、すごくこう繊細な仕事になってきたと。繊細な仕事になってきたっていうかですね、まあ、そういう仕事をすることで、まあ、非常にこう仕上がりに差が出るようになってきたというふうなことですので、まあ、最近のですね、まあ、ブリーチのリタッチっていうのは、まあ、どのようにこうやっていけば失敗なく、まあ、均一に染まるっていう感じですよね。まあ、ブリーチが均一になればなるほど、まあ、オンカラーも綺麗に乗りやすくなってきますし、そして極力、まあ、ダメージを抑えつつ、ムラを補正しつつっていう風な感じの、方法ですね。今からですね、まあ、翔輝くんがちょうどブリーチやるみたいなんで、紹介していきたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。今日はモデルがシンバさんのリタッチということで、はい、なるほど、お願いします。はい、お願いします。どうしました、これ。どうしましょう。どうしました。まあまあなリタッチが伸びてますけれども、ね、さあ翔輝くん、これは難易度どうですか。はい、これ毛先が、ブリッジ3回ぐらいですかね。はいはいはい、はい、で中間が1回、なるほど。で、うん、新成分、これはまあ3センチぐらいですかね。ああ、はいはいはい、まあまあな3色ベースになってますね。まあまあな履歴ですね、はい、このシンボさんをリタッチしていくということで、はい、どうなんですか、これはやっぱりリタッチ部分、ここのリタッチ部分を毛先のこのちょっと白いところに合わせていく感じなんですかね。はい、できれば合わせていきたいですね。うん、じゃあここの黒いところとこの黄色いところを、はい、白いとこまで合わせていくと、まあまあ、していけたらこれだからこれ難しいんだよ、ね、だから、はい、もう毛先って何回か入ってて、うん、でこの三色状態になってきた時にここの一番根元ってここまで上がるのかみたいなね、はい、一発でそうですよね、っていうところがあるんですけど、これ、はい、今日はあのプロセスとしては、まあ、正直しんぼさんの頭を触るの初めてなんで、ああそうですね、あのどうなるか分かんないんですけど、最初に新成分、うん、リタッチ、うん、して上がり見ながら、うん、まあ、ちょっと時間差で、うん、中間部分、うん、はい、を塗って、まあ、毛先は、そんなに触らずにいこうかなと思います、うん、追いブリとかダブルブリーチはしない予定、今のところは、はい、せずにちょっと放置時間、放置時間で調整しっかりと、はい、置きながら感じですね、いこうかなと思います。わかりました、はい、じゃあ早速ちょっとリタッチをやっていきましょう。はい、はい、でちょっと新成分の方から塗っていきます。で根元の根元部分は 5mm 上げていきます。まずは4ブロックから塗っていく感じですかね。そうですね、で必ずファーストタッチで基線部側の方はしっかりと埋める感じで塗っていきます、うん、ちゃんとオーバーラップはしっかりしていくっていう、ね、はい、ここに黒いのが残るのが、あ、もう一番ややこしい、一番ややこしくなっちゃうんで、ディバイディングゾーンはしっかりと塗りましょうということですね。はい、はい、そうですね、はい、はい、あれ、翔輝くんリタッチ上からいくんですか。はい、僕は上からいきますね。下からいく人多いよね。はい、なんで一人塗りの時は、うん、僕下からいきます。あ、下からというか耳下からいって、耳下のネープの方を先一発塗りでもう完成させちゃいます。ネープは染まりにくいから、染まりにくいからですね。あ、はい、でそこから鉢植えから、うん、行っていきます。一人で塗るときは、で鉢は特に1回で完成させたいんで裏表塗っていきます。鉢植えを1回で完成させたい、はい、できればファーストタッチで塗り切りたいんで、うん、はい、
で前髪がある人は、まあ、ここは別で取ったりします、うんうんうん、今見てたら一切コーミングも入れないんだね。コーミングしないですね。もう塗れる範囲で、はい、塗れる範囲をのスライスを取って、はい、コーミングしないから素手で塗れると、はい、そうです。なんでちょっとこういう短いところは後で分けて塗っていきます、うん。この短くてこの細いちょっと産毛的なことがあるやんか、はい、もうこんなんはもう最後やんね。最後ですね。初め塗っちゃうとほんまにここだけめっちゃ白くなるもんね。そうなんですよ。まあ、大体鉢下ぐらいからはもうほぼ裏塗りで塗っていきます、うん、頭皮につきにくいんで。そうですね、はい、なんかついついこう表裏両方塗っちゃおうとしちゃうんだけどね、はい、不安で、はい、なんでまあ薄めにスライスを取って裏塗りしっかりと、うん、はい。後ろも同じような感じで塗っていきます。まあ塗布量は負け散らない方がいいですね。でもそれほどドボドボって感じにも見えないけどね、はい、まあそうですね。あんまりでもさ、はい、塗布量を受け散らないって言って多く塗りすぎると過ぎても基線部に割と入っちゃったりとかね。そうですね、伸びちゃったりね、するんで。だから適量っていうのがあるよねこれね、はい、ね。やっぱネープはちょっと染まりにくいって考える。そうですね、上がりにくい、ね、上がりにくい、はい。で今からチェックしていくんですけど、僕はペーパーを挟みながら。チェックでペーパー挟んでいくんですね、はい、これは何のペーパーですか？ペーパーテック。ペーパーテックのブリッジ用の、はい、そうですね、はい。これはワイニングペーパーでもいいんかな。ワイニングペーパーでもいいと思うんですけど、どっちかというとペーパーテックの方がやっぱ耐熱性があるんで、あ、やっぱワイニングペーパーだとどうしても溶けちゃったりとか、あ、はい、ちょっと浸透しちゃうもんね。そうですね。ちなみにこれペーパーは何のために使うんですか？はい、ブリーチがまず伸びないため。ああ、なるほど、はい。やっぱ頭の丸さによって、はい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 、やっぱ鉢植えとかだったら上の材がどん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 ついちゃったり、なるほど、はい、していくので、うん、そうだね。まあ、過剰リフトになるのを防ぐために、はいはい、使います、はい。まあ。あとは挟むことによって、うん、あのペーパーとペーパーで、うん、あの材が密閉してくれるんで、なるほど、上がりが良くなります。なるほど、はい、ちょだからこう変に伸びないし、そうなんですよ、狙ったところにこう、ね、はい、材がしっかり効いてくれるっていう感じがしますよね、はい、そうです。ではペーパーを置くときはあの押さえずにふわっとふわっとね、はい、はい、くのがいいですね。押さえるとまた根元についたり、そうですね、べちゃっとなっちゃうんで、ったり、そうですね、はい、せっかく丁寧につけたブリーチがこうくちゃっと伸びちゃうというか、そうですね、広がっちゃう感じがあるもんね、はい。なんか本当昔とかペーパー使うっていう習慣なかったんだけど、あんまりなかったですね、うん、ちょっと前なかったよね、まだペーパー使ってブリーチするってね。なかったですね。でもこれ聞いてたらすごいいろいろ効果あるよね。薬飲みにくかったり、ね、頭皮つきにくかったり、上から薬がこうだんだん落ちてきにくかったりとかさ、うん、そこだけにこう薬剤がこうピタッと固定するしたりとかするじゃん、はい、めっちゃ効果あるよ ね、 ね、うん、やっぱ入れるか入れないかは全然このブリーチの効率っていうか正確性も含めて変わってくるよね、全然ね、はい。ちょっと塗ってるところと塗ってないところのちょうど間をまたぐように、うんうん、はい、いきます。なるほど、はい。そうか、長かったらどこに置くかっていうあれがあるもんね。そうなんです。ちょっと今回ブリッジ伸びてるもんね。伸びてるんで短いしてたらもう完全にリタッチ部分バッと置いたら終わりだけど、置いちゃったらいいんですけど、うん、結構伸びてる場合は、うん、とまたぐように、うん、はい。どっちかというと根元というよりかはそのディバイディングゾーンを中心にそうですねペーパーを置いていく、はい、うん、それはやっぱりその毛先の基線部の方に伸ばしたくないからって感じ、はい、まあ、過剰リフトを防ぐためですね、うんうん。まあ、ちょっとこういう幅が広がってくる場所に来たらまあまあ無理せずに分けて、ね、取れるだけの部分でこれがほんまワンパネルだったんだけどちょっと分けてますってことですね、はいはい。無理に右に引っ張ったりとか、うん、左に引っ張ったりしちゃうとそれだけで薬剤が伸びたり、うん、なるほど、はい、するので、まあ、これも無理しないように、うん、はい、いきます。
ダッカールも極力使わないんですか、はい、あんま使わないですね、うん、やっぱりダッカール使うことで、はい、ちょっと薬剤がついちゃったりついちゃったりあるもんね、はい、紙と紙を挟み込むわけだからね、はい、かセミナーとかに行くとアシスタントをちょっとダッカールさん、はい、ったり、うん、ダッカールヘルプね してるのをよく見るんですけど、うん、そうサロンワークでそれできるかっていう、まあ、なかなか人数がね足りてるところはいいんですけどねでもカットをそれしてるサロンあるからね。ありますね。サスン系のサロンとかそれやからね、はい。でもまあやってくれたらすげえ便利だよ。まあすごい助かりますけどね。うん、ダッカールより絶対的に手の方が止まるやん。たまにめっちゃ止まらへんやんっていう人おるやん。ありますあります。短くてピンピン跳ねる、はい。ダッカールめっちゃ止まらへんときちょっと焦らへん。焦ります。1回目挟もうとして、ポロッと落ちてきて、2回目挟もうとして、ポロッと落ちてきて、うわ、3回目ぐらいになったら、俺もうここ落とされへんのとかって、お客さん的にも、ここ落としたら俺ちょっと下手と思われそうなんで、お客さん的には次は落とされへんと思いながらさ。鏡見れないですよね。そうそうそう。3回目ポチッと落ちたら、もうかなり冷や汗かいてくる。やばい。ペーパーも今だったら一つの大きさで使ってるんですけど、結構1センチ2センチリタッチの方も結構来られるんで、うん、そういう方用にこういう1枚のペーパーをこう半分に、うん、はい、切って使ったりもしてます、ね、はいはいはい、まあ、節約にもなりますし、なりますね、はい、うん、こう下にペーパーがあることで思いっきりこうねしっかりと、はい、塗布料をかぶせれるっていうのもあるよね。そうですね。上に塗布料をかぶせてめっちゃつけすぎたらさ、はい、どん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 とこう下にさ行っちゃうじゃん。行きますね。でもこうペーパーがあるとさ、はい、なんかそこで止めてくれるなみたいな安心感があるから。安心ありますね、うん、はい、だからしっかり乗せることができるし、はい、まあ毛先のまあちょっと18レベルぐらいのとこにも、はい、まあ、追いつくことができるって感じだね、一発で、はい、スライスは基本僕は平行で塗ってますね。よく前上がりで塗って前下がりでチェックとかってあるんですけど、やっぱりどうしてもちょっと薬剤が伸びちゃう気がして。なるほどね、わ、はい、かる。それは平行が一番こうなんかなんていうか自然に落とせるよね。そうですね。ちょっとサイドの鉢植えまで来ると今度ちょっと縦で、まあ、行くと、まあ、塗りやすいと僕は思ってるんで。塗りやすい、はい、うん、やっぱり丸みが出てくるところなんで、うん、なんて言ったらいいんですかね。まあでも確かに丸みが出てくるから左右のまあ深さも違ってくるし、はい、まあ縦の方が小1個は塗りやすい。そうですね、まあ、ここはちょっと感覚、うん、そうだね、まあ、まあ別に横でいっても別に問題ないっちゃ問題ないもんね。はい、はい、ぼちぼち終わりそうですが、はい、ブリーチもまあそこそこちょうどぐらい使い切りましたね。ちょうどぐらいですね。ちなみにこれ何グラム作りましたこれ。ブリーチの、粉が100グラム対して、うん、オキシが 6%2 倍なんでそれを300ですかね、はい、合計300グラムってことですね、はい、でもオキシなんですけど本当1センチリタッチぐらいだったら 1.5 倍の時とかで、ちょっとブリーチを固めにというか、まあ、薬剤をちょっと固めにして、はいはい、さらに伸びにくいように、うん、はい、っていう調整はしたりします、ね、はいはい、やっぱり基本的にブリーチリタッチはもうドライ状態スタートですかね。はい、そうですね。オンカラーはウェットスタートですね。オンカラーは、はい、ウェットです、うん、塗り終わりましたね。塗り終わりました。さてここから今日はどれぐらいの放置時間にいきましょうか。今日はちょっとしっかりと上げたいんで、うん、まあ、40分ぐらい、ね、40分ぐらいの放置、はい、なるほどね、はい、最近でもブリーチ1時間放置とかあるじゃん。ありますね。なんか俺らの時代は1時間放置とかもうほぼなかったから1時間放置したらなんかお客さんが妙に不安がらへんかなみたいな心配をこっちがしてしまうっていう か、まあ、うん、その分ちょっとやっぱり薬剤は、はいはい、優しめ優しめにね、で、まあ、うん、ちょっとじっくりじっくり抜いていく、うん、はい、やっぱりダメージレス、はいはい、まあ、ブリーチはやっぱり最近の主流、うん、そうですね、にはなってきてます、ね、優しく長く抜ける感じのね、はい、ブリーチですね、はい、そうですね、はい、はい、じゃあこれでちょっととりあえず40分ぐらい置いて、はい、はい、上がり具合見ていきましょう。はいはい、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 大体20分、今20分ぐらい経って、20分放置ぐらいですね。ちょっと1回見ます。
おお、あれやね、はい、しっかり抜けてるね。しっかり抜けてます。でこっから、まあ、あと20分ぐらい放置するので、うん、その間に、うん、この中間部分を塗っていきたいと思います。この中間部分をつなげていく感じかな。はい、そうですね。そのついでにコーミングとか入れながら、まあ、あんまりはしないんですけど、うん、根元のもうちょっと行きたいところまで詰めていく感じですね。なるほどね。はい、これでもうペーパーを普通に抜いて、はい、ここの時点で外していく。はい、ちょっとあの結構頑張って置いていたペーパーなんですけど、はいはいはい、もう一瞬でちょっと一瞬でね、はい、取っちゃいます、うん、ちなみにこのペーパーテックは使い捨てですよね。使い捨てですね、はい、で塗る前に、まあ、CMC ですね、うんまあ、アルテマアクアなんですけど、うんまあ、CMC をこの中間あたりめがけてつけていきます、うんうん。ちょっとウェットにして、そうですね、まあ、切れ毛リスクを軽減させるためですね、うん、はい、はいはいはい、切れ毛リスクの軽減ですかこれは。はい、やっぱドライだったらその分、うん、コーミングしてテンションあのかかっちゃうと、まあ、切れ毛リスクも、まあ、多少ないとも上がってくるので、まあ、ウェットの方がちょっと優しく塗れるという感じですよね、はい、そうですね。ここから塗っていきます。ここから、中間部分と根元を潰していくと。はい、お薬の方はさっきと同じ薬ですね。さっきと同じですね、はい、これ量も一緒ですか、はい、まさか若干少なめ。若干少なめ、はい、でもまあまあありますよね。まあまああります。だから初めに 300g 作って、はい、まあ、これも多分200はあると思うんで、はい、やっぱ 500g 以上はぐらいはブリーチを使うっていう感じになりますね。総量でね、はい、はい、もう中間部は そこまで精細には塗らない。まあそうですね、はい、ちょっと大きいブロックも大きめやし、はい、まあ、ちょっと明るさの差を見ながら、うん、まあ大体塗布時間も考えて、まあ、ここは10分放置ぐらいの感じで、うんうん、塗布時間で10分やったとして、はい、合計40分ぐらいの、ね、そうですね、はい。まあ、ここは全然クロスチェックでいいと思います、まあ、平行スライス、まあ、斜めスライスぐらいの感じで僕は行ってます。あんまりコーミングもしたくないんで、して2回コーミングはやっぱりできるだけ少ない方がいい。はい、まあ、塗り始める前に1回薬剤のせて、まあ、なじませるために1回、うん、ぐらいのぐらいですね。もうそれ以上はもうしないぐらいの感じでいいと思います。はいはい、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 ブリッジ終わってシャンプー終わりました。はい、はい、どうでしょうか。この感じなんだよね、なんかね、はい、パッと遠目から見たら少し中の方が白く見えるんだよね、ウェット状態で、ね、あ、なるほど、そうですね、まあ、結構こう見えて、うん、あの毛先のカラー残留もあるので、うん、実際にちょっと透かしてみると明るさは結構整ってるんですよ、透け感っていうかね。そうですね、うん、その辺で見ると、はい、ある程度、うん、整ってます。なるほど、はい、今日はねブリーチリタッチの動画ということで、はい、これで終わってもいいんですけど、まあさすがにね志麻さんこれでは帰れませんよね、はい、帰れないです、ちょっと帰れませんよね、帰れません、はい、なので今日は何色入れるんですか結局。ネイビーを、はい、ネイビー入れようかなと。ネイビーの女になるわけですね。はいじゃあまあまあここからはねちょっと動画のあれとは違うんですけど、まあちょっとネイビーに染めてみましょう。はい、はいはい、じゃあここから塗っていきます。ここからは最近ねもうウェットで塗るよね。もう絶対ウェットですね、うん、ウェットの方がどうなの、はい、いいの。やっぱり塗りムラが少なくなるのと、まあ、あとはしつこいぐらい言ってるコーミングストレスですよね、うん、はい、が楽、はい、今日はネイビーということで
お薬の調合はじゃあ聞いておきましょうか。調合はアディクシー7サファイア と,、7コバルトブルー、ああエルボン絵の具の、うん、シアンを、1対1対1で、ああなるほど、はい、混ぜてます。塗り方はあまり何も考えずに、うん、何も考えずワンタッチで、うん、ワンタッチね、はい、これってもちろん 2.4% ですね、はい、根元塗って毛先まで伸ばしていくって感じですね、はいはい。まあ、根元はあのしっかりと、うん、溜めながら塗っていきます、うん、はい、はい、ということでね、はい、まあ、ブリーチのリタッチということで、いつもは大体あんな感じでやっているんですかね。はいはいはい。まあ今日見てて思ったのは、はい、やっぱりこうペーパーを入れてもう一箇所にたっぷりと塗布をするということで、はい、もう追いブリーチもなしだったけど結構17、8まで上がるね。上がりましたね。もう上がるよね。はい、うん、放置時間もうまあ40分ぐらいで、そうですね、あれでもまだ言うても1時間ぐらい放置したらもうちょっと上まで、もうちょっと上がります、いけますよね、はい、まあ、結構あれぐらいいけるんだなっていう感じでしたね、はい、はい、だからやっぱりたっぷり丁寧みたいなね、はい、そうですね、繊細みたいなね量ですね、はい、そうそう、そういうふうなまあ塗り方だと思うんで、明らかにねちょっと普通のカラーのリタッチとはちょっと違う技術になりますからね。はい、そうですね、はいはい、ぜひね、皆さんもこれを参考に、まあちょっと基本的なことだと思うんですけどね、はい、まあどんどんとですね、まあ、ブリーチをやっていただければ、はい、いいかなと思いますね、はいはい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。どうぞ、はい、この後は下さんの結果ですはい、下さんすごい、見てこい下さん、これはすごいです。カメラに見るとより青いよね。はい、青っ、なります。あ、どうですかどうですか、しもちゃん、はい、で青やってみたかったんで、青やってみたかったんで、はい、本、いや、どうですか、しょう、はい、うん、あ、でももうちょっとくすませてもよかったなっていうのは個人的に、くすませるって 暗くて、はい、ちょっとモノトーンを足したりとか、ああなるほどね、はい、あ、グレーグレー足して、そうですね。え、ジムちゃんどう？いいですなんか怒ってあります、怒ってない、なんでですか、なんでですか、私が青したいって言ったんです、そうそうそう、はい、そうそう、いや、ほんでね、あの、いや、ちょっと言ってたんだよ、それとね、あの、いや、もっと深めと暗め、もう黒に近い方がいいんじゃんって無難でって言ってたんだけど、いや、今スタイリングさん見て、あ、いいよと思った。マジ、マジ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 、ほんまに。そうでしょ。うん。なんか美人際立つ。そうでしょ。うん、無難に振るより。そうでしょ。無難に振るより美人際立つでしょ。うん。いや、めっちゃいいわ。あの、富永愛みたい。富永愛。あ、いいじゃないですか。クールビューティーの。そうそうそう。ええところの。うん、富永愛みたいな感じ。カメラすごいです。だって街中にさ、はい、この人いてん、あ、絶対美人じゃないと思うよ。いや、そんなことない。この髪でこの感じでおる人ってなかなか。マジでこんな青いもの見ることないですね。でも早く切りたくなりますね。え、今のこの長さいいじゃんかな。え、嘘。え、この青にこの長さ似合ってるやんか。え、これぐらいのが良くないですか。いや、短い方が。いや、この青。ちょっと終わってないですよね。ほんま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 、いや、この長さ、今この中途半端な、なんかこう切りますよ、今週中に。え、絶対見たことない。え、だってもう下ろすことないですし、ね、いや、この長さほんまめっちゃ合ってんのよ。そうなんですか、うん、人から見えてるの違う、全然違う、あんまりこう、なんかスタイリングとかあんまりせずに、はい、そうそうそう、なんかこう、ね、うん、バサッとして、なんかあんま気を使ってない感じの、あ、そうそう、すごい好きな、抜け感がある感じの、なんかこの青がめっちゃいい。